つい先日、中国の瀋陽で空に奇妙な現象が発生。大気中に巨大な光の柱が現れ、まるで空から地上に舞い降りたかのようであった。頭上の光の穴から天使か宇宙人が現れたようにも見え、この奇妙な光景に気づいた多くの目撃者が SNS に投稿。異次元への入り口ではないかと噂になったが、専門家はただの自然現象であり、太陽光が建物に当たって反射したものと述べる。厚い雲が向こうにある建物を覆い隠し、雲の薄い部分を透過した光が空気中の水蒸気で増幅した影響ではないかと説明。よって柱の模様はビルの窓であろうか。とはいえ、気象庁に勤める専門家もこのような現象を見たのは初めてであるという。近年の気候変動により世界中で強風を伴う暴風雨に見舞われ、魚やカエルなど大量の生き物が降ってくることがある。フロリダではなんとイグアナが降ってきた。2020年1月、南フロリダでは記録的な氷点下の日が続き、たくさん生息するイグアナが凍りつき、枯葉のように次々と木から落下。ちらほら数匹というレベルではなく、通りや公園の芝生には何百匹ものイグアナが散乱していた。フロリダ州は非常事態宣言を発表。イグアナは体温が摂氏4度になると固まってしまうが、まだ生きているためイグアナに近づかず自然解凍を待つようにと警告が出された。もちろん初めて出された非常事態宣言であった。この驚くべき映像は2018年3月にギリシャで撮影されたようだ。民間の旅客機と並行して異星人の宇宙船のようなものが映っている。乗客が撮影した映像は当然ネットで話題になったが、未だに正体が判明していない。黒い物体が突き出ているが、雲の下にも巨大な本体があるようにも見える。だが、撮影して数分後には完全に見えなくなったという。果たして本物の宇宙船か、幻影などの自然現象であろうか。オーストラリアでは世界でも珍しい現象が見られる。モーニンググローリーというこの現象は、巨大なミミズが空にトンネルを掘っているように見えることからワームホール雲とも呼ばれている。この奇妙な雲はオーストラリアでよく観測され、葉巻状の雲が100キロ以上続くこともあるという。オーストラリア北部のカーペンタリア湾付近でよく現れるようだ。主に11月から12月にかけて発生するため、この時期にオーストラリアに行けば見られるかもしれない。NASA もこの不可思議な現象に注目しており、もしかしたら驚くべき秘密が隠されているかもしれない。こちらは2015年の7月フィラデルフィアの男性が撮影したもの。一見何の変哲もない雲が電信柱の向こうに浮かんでいるように見えたが、そうではなかった。驚くことに雲のような物体はゆっくりと回転しながら移動していた。雲の中で小さな光が点滅していたので、思わず携帯で撮影したと男性は語っており、どうやら普通の雲ではないようだ。この雲の正体は依然謎のままだが、この映像に関していくつかの疑問が浮上。まず、カメラ付き携帯なのに、ほぼ手ぶれも見られず、またフィラデルフィアの撮影されたと言われていたが、撮影したのはニューヨーク在住の男性であることが分かり、食い違いが見られた。ただの CG 映像か、宇宙人が残していったおもつであろうか。1971年、D.B. クーパーと名乗る男が大金を積んだ飛行機をハイジャックして、要求したパラシュートと現金20万ドルを奪い、飛行中に飛び降りた。乗客はハイジャックされたことを知らなかったため混乱もなかった。史上最も大胆な強盗であり、
FBI と CIA が共謀したとの説もある。高度1万フィートから飛び降りた男が生きている可能性は低いが、未だに強奪された現金も遺体も見つかっていない。似顔絵はジェームズ・ボンドのような紳士で、スーツ姿のタフガイに見えることから、後に人気者となった。ボンドのような見た目であるなら、英国秘密情報部の工作員かもしれない。My name is Bond. James Bond.ロシアで空から降ってくるものといえば、大抵は隕石であるが、これは間違いなく例外であろう。2018年、ロシアの空港で貨物機が積んでいた金塊を落とし、滑走路に散乱。地元の報道によると、離陸後に故障でハッチが開き、金塊やプラチナなど9トンが落下したという。運が良ければ手に入れることができたかもしれないが、落ちた荷物はすべて回収された。幸い怪我人はいなかったが、もし金塊に当たり亡くなってしまったら、まさに天国から地獄であろう。約390億円相当の金塊が滑走路に放り出され、数キロ先まで広がっていた。コンクリートに詰められたものもあり、一見マフィアのものかと疑ってしまうが、カナダの採掘会社のものである。自宅に現れるクモを嫌う人は多いが、他の虫を捕まえてくれる自然のハンターでもある。オーストラリアでは、クモが絹のような巣をパラシュートのように使い、空中を浮遊する時期があり、天使の神と呼ばれている。パラシュートグモの中には、一度に何千匹もの子供を孵化させる種があり、生まれたらすぐに巣を張り、他の場所へ飛んでいく。大家族を風に乗せて運ぶクモの巣は天使の神と呼ばれるだけに、地元の人は怖がるどころか歓迎しているようだ。地元の女性は太陽の方を見ると何百万個も漂い、100メートル以上の高さから絹のようなものが舞い降りてくる。クモの巣だけど別物に見えると話し、他の女性は絹糸のようなものが30分ほど空中を舞っているのを見て、とても驚いたという。年に1、2回のことなので、このイベントを楽しんでいるようだ。こんなの頭にくっついたら気絶しちゃうよ。実は地球にも輪が存在する。もちろん土星のような塵やガスではなく、光の輪である。極地で発生した強い磁気が磁場を作り、太陽風を反射する。その一部が地球の裏側に回り込み、太陽風と地球の大気が衝突して現れるのがオーロラである。特定の時間帯に現れる光は大変幻想的であり、息を呑むほど美しい。発生原因はまだ完全には解明されておらず、肉眼で見えないこともあれば、激しく輝くこともある。また、オーロラ爆発という現象は、大気中に落下する電子のエネルギー量が非常に高くなり、より地上に近い場所でオーロラが発生する。地球上の多くの場所で確認できるほど明るい桃色の光を放ち、北米だけでなく日本でも見えることがあるという。上空を蛇のように這い回る光は、母なる自然が見せる神秘であり、近くで見れば圧倒されることは間違いない。柱状の物体がたびたび目撃されている。この映像は CG かもしれないが、こちらは本物のようだ。2012年、ケンタッキー州東部の各地で、扁桃状の謎の物体が2時間ほど浮遊し、住民たちも仰天。撮影したアマチュア天文学者によれば、自宅にいたところ、訪問者が空に浮かぶ奇妙な飛行機に気づき、物体はだんだん明るくなって、それから薄くなり、また明るくなり、平行に並んだ蛍光灯が輝いているように見えたという。この時は雲一つない晴天で、高度は不明だが、旅客機の巡航高度以上であることは間違いないとも説明。これに関する通報が5件あり、ケンタッキーの他の町でも目撃されていた。
撮影者は気球だとしたら、あの高度でどうやって形状を維持しているのか。絶対に飛行機ではないし、あんな形のヘリコプターも見たことがないと首をかしげた。宇宙人のスペースコロニーであろうか。ここ数年、米海軍のパイロットから飛行中に未確認現象や物体を目撃したという報告が複数寄せられている。通常の航空機の能力を超えた物体はズームしたり旋回したりと普通とは異なる動きをしていた。アメリカの極秘機体ではないとしながらも、外国の技術や古代の人工物かまたは宇宙人のものかは結論は出ていない。天文学者のセス・ショスタクは、宇宙のどこかに知的生命体が存在する兆候を探しており、その存在を信じる彼は、今後20年以内に発見される可能性もあるが、これらの目撃情報は宇宙人の訪問を示すものではないと考えている。2020年8月には、米国国防省は未確認飛行物体などの目撃情報を調査する作業部を新設したと発表。米軍の関心は宇宙からの侵略者ではなく、地球上の敵対者による未確認空中現象である。特に中国の無人機によるスパイ活動を行う可能性を警戒している。